方は一応選手会支持してますんで賛成ですね。してほしくなかったですね。プロ野球は70年の歴史で初めてのトライ、セパ6試合が中止になりました。Good evening. This is NHK 7 o'clock news for Sunday, September the 19th. On the second day of the Japanese professional baseball players' first ever strike, all six scheduled games were canceled. As many as 20,000 fans gathered at an autograph session held by the Daiei players. It's about 8:00 a.m. This person says that people began to gather at around 8.選手たちのサインをもらおうと並んだファン、ドームをぐるっと一周し、球場の外の道路まで列ができました。私はジョージマ選手とかですね、子供はムネリンが生きてるけど、子供はムネリンと、ズレタ。せっかく来てもらいましたので、今日は大谷選手の選手全員で大会を迎えたいと思います。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 選手たちは練習が始まるまでのおよそ2時間、交代でサインをしました。しかし集まった全員にはサインができません。松中選手会長たちは急遽行列の後方に移動し、サインができなかったファンに謝りました。今日サインをもらえたです。もらえてないよ。ダムナムファン態度悪いもん。対応は45時間です。ありえないですよね。And this woman says that she waited for 4 or 5 hours. 並んでるので精一杯だったのに。And she says it was a lot of effort just to line up. 考えて整理券を配るなり、そういうこと、あと先考えてやってですね。The team should have given out tickets or reservation tickets. でも代表を応援しますか。And asked whether she will still support Daiei. She said that she will root for Daiei because she is local.今日は各地でサイン会やファンと交流する催しが開かれました。サイン会は始まりました。イチヒロ・オガサワラ、日本ハム says his squad wants to give their autographs to as many fans as possible. よろしくお願いいたします。札幌ドームでは日本ハムの選手たちがサイン会を開きました。一番の人気はこの人、新庄選手でした。選手たちは記念撮影や握手などに気軽に応じていました。名古屋ドームでは中日と巨人の選手が合同でイベントを開きました。昨日と今日の試合のチケットを持った親子連れが対象です。およそ1万人が選手たちとの触れ合いを楽しみました。確かに試合見れなかったのは残念ですけど、まあ、子供たちが、ね、子供が逆に選手と触れ合いになれて、まあ、よかったと思いますけど、サインもらった人、This child was able to exchange with the players. Hidenori くんです。And this girl says that she got an autograph of Hidenori. Ibata くんがあっち行っちゃったから、Hidenori くん見せてもらいました。And the reason she got the autograph from Hidenori is because her favorite Ibata was a little bit far away. But yet she says that she's very happy. かわいいぞー。かわいいぞー。どうだ、野球少年バンドやってみるか。やってみたい。
うまいじゃん。はいはい。あぐちゃん、あぐちゃん。あぐちゃん、あぐちゃん。はいはいはい。誰かもう一人ぐらい、ほら。もうなんか生きがいを失うような、非常に寂しい思いです。はい。オリックスとの合併協議が進む近鉄。藤井寺球場には予想を超える数のファンが集まり、急遽スタンドを開放してのサイン会となりました。一方、オリックスの選手たちは球場近くの室内練習場で野球教室を開きました。まだ広げてちゃんと取って投げ返してな。東京銀座では日本プロ野球選手会の古田会長など選手およそ50人が参加してファンと野球について語るイベントが開かれました。古田さんばっかりずっと矢面に立たされているような感じがして、すごく見ていつらかったんですよね。だけどこうしてあの皆さん他の選手もあの動き出したっていう感じがして、私はすごく嬉しくて。こうした声を受けて古田会長はストライキ突入後初めてファンを前に胸の内を語りました。やはりまず初めに、本当に、まあ、昨日今日と2試合、土日のプロ野球を楽しみにしていたファンにですね、野球を見せられなかったことということに関してお詫びを申し上げます。どうも申し訳ありませんでした。まあ我々もですね、本当に野球ファンでありますから、野球がこの先将来なくなったり減少して衰退していくっていう危機があるんじゃないかと今思ってますから、それをですね、なんとか阻止したいし、この先もですね楽しいプロ野球になっていきたいと思います。この後古田会長は記者団の質問に答えました。こういうファンたちをね裏切ったり見放されるような、ね、我々がそういうような事態が一番やっぱりいけないと思うんでね、本当に大事にしてね、今後のことを考えていきたいと思います。皆さんが楽な格好の中で、古田選手だけはスーツで来られたんですけども、いや、あの、まあ、僕の場合はまあ、ある程度は説明責任はあると思って、来てますし、ファンの皆様にね、伝えなきゃいけない、まあ、僕は交渉をしてましたからね、まあ、間違ってたか間違ってないかっていうのはですね、やはりもうちょっと時間が経った時にある程度の結果が出ると思います。今の段階ではやはり本当に当日楽しみにしてた人たちにね、野球のゲームを見せられなかったという気持ちの方がやはり強いですし、できれば10年ぐらい経ってからね、やはりあそこでやっててよかったなと思えるような未来にしたいなと思います。This judgment of carrying that strike will be assessed as correct. 試合は明日から再開されます。東京の神宮球場でも少しでもいい座席で試合を見ようと早くも場所取りが始まっていました。あ、来週チケット持ってるんですよ。だからできたらストを回避していい方向に向かってほしいなと思いますね。来週はちょっとだけまあやってほしいなとは思いますけどね。正味ね、お金払ってるんで。泊まりで来るんでね。選手会側では要求が受け入れられない場合、今月25日と26日にもストライキを行うとしています。今週行われる予定の球団側との交渉の行方が注目されます。